熱いものと冷たいものをくっつけたらぬるくなりますと何度にぬるくなりますか熱量の保存っていう式を立てる問題ですね熱いものと冷たいものをくっつけたら熱いものから冷たいものに向かって熱量が移動するこの時熱いのが放出した熱量これを Q アウトとしましょう冷たいのが受け取った熱量を Q インとしますこれ これ途中で熱が漏れなければ等しいよねこれが熱量の保存です例えば熱いのが50ル放出したら冷たいのは50ル受け取ってるよね5イコール5っていうのが成り立つとそれぞれ Q アウト Q インっていうのを公式を使って立式してイコールでつなげるという流れになりますまず熱い方ですけど温度80度で質量 M が 700g で比熱スモール C が0.45でした これが最終的に t 度になりましたってことで使う公式は Q イコール m c タ t ね。m が700、比熱が0.45。で、ここに来るのは必ず正の値になるようにしてほしいので、下がった温度が来ますよね。いくら下がったかっていうと、80から t に下がったから80、80引く t ですね。で、ちょっとここの計算ようわからんわっていう人は、具体的に考えて、例えば80度から50度に下がりました。何度下がりましたかって言われたら、 80 50ね、それが今 t に変わってるだけですからあ 80−t やなって感じで履歴ができるね次冷たい方も与えられてる情報一緒ですから、Q、イコールル MC デルタ、t、の公式を使うともし熱容量が与えられてたら使う公式は、Q、イコールル C デルタ T これは上がった温度ですね3 0が T に上がったから t く3 0です ということで熱量の保存やからこれイコールこれっていう式を作ってあげるとでまず一回だっと書いてみたらいいかなで展開する前にできるだけ消していきましょう7で割るとこれが0.6これが1003で割ると100でこっちが0.15で両辺で100これ消えます0.6と0.15やから1でこっちが4 ってことで、左辺が80引く t、右辺は 4t 引く120ということで、5t が200やから t イコール40度と。はい。